リッパークルー、またはシカゴリッパーズはアメリカ合衆国の犯罪グループであり、悪魔を崇拝していたことでも知られている。このグループはロビンゲット、エドワード・スプリッツァー、そしてアンドリューとトーマスのココラレー兄弟で構成されている。彼らはイリノイ州の18人の女性の失踪で、1981年と1982年に疑われた。 ギャングの最初の犠牲者はリンガ・サットンという28歳の女性だった。彼女は1981年5月23日に誘拐され、その10日後に遺体がイリノイ州ビラパークの野原で発見された。遺体の左チブサは切り取られていた。その1年後の1982年5月15日、不動産会社の事務所を開けようとしたロレイン・ボロウスキという別の女性が、 ギャングによって誘拐され、5ヶ月後に、クラレンドンヒルズの墓地で遺体が発見された。同年5月29日、彼らは、ビラパークの北西にある、ハノーバーパークからシー・マックという女性を誘拐した。遺体は4ヶ月後に見つかった。マックを誘拐した2週間後、彼らはバンでエンジェルヨークを拾い、手錠をかけ、胸を切り裂いてから、彼女をバンから追い出し、まだ生きていた。 攻撃者に関する多くの説明は、リードを生み出すことができませんでした。マックの誘拐から3ヶ月後の1982年8月28日、サンドラ・デラウェアの遺体が、シカゴ川の岸で発見された。彼女は刺され、首を絞められ、左胸が切断された。9月8日、31歳のローズ・デイビスが路地で発見され、デラウェアとほぼ同じ負傷を負っていた。 デイビスの事件から1ヶ月後、ギャングはビバリー・ワシントンという女性を襲った。ワシントンは12月6日に線路で発見された。他の負傷に加えて、彼女の左チブサは切断され、彼女の右チブサもひどい傷を負っていたが、彼女はまだ生きており、警察は彼女からギャングが誘拐に使用した番などの情報を得ることができた。また、 この他にもギャングは1982年9月11日に消息不明となったキャロルパパスについても関連を疑われている。失踪から5年後に彼女の遺体が見つかり死は事故と処理された。ゲットが最初に逮捕された時警察は証拠がなかったため彼を釈放した。しかしさらなる調査の後1981年に警察は3人の友人と一緒に モーテルの部屋を借りたことが判明した。モーテルの支配人によると、彼らはランチキ騒ぎを起こしており、何らかのカルトに関与しているようだと述べた。その後、警察は、エドワード・シュプライザーとココラレー兄弟を追跡した。尋問された時、トーマス・ココラレーは、自分たちが女性をゲットの場所に連れ戻したことを告白した。そこで、彼らは女性を強姦して拷問し、 ワイヤー式の公衆装置で胸を切断した。ココラレーは切断された胸の一部を奇跡のようなものとして食べ、ゲットが胸に入れてから箱に入れると言った。ココラレーは箱の中に15個の胸が入っているのを見たことがあると主張した。ココラレー兄弟とシュプライツァーは自白したものの、ゲットは彼の無実に抗議した。一連の裁判の後、トーマスココラレーは 殺人で有罪判決を受けたが、最初の自白に対する報酬として、終身刑のみを宣告されました。それ以来、彼の終身刑は減刑され、2017年9月30日に釈放される予定でしたが、彼の仮釈放は、イリノイ州の役人によって拒否されました。彼は2019年3月29日の朝に仮釈放された。 アンドリューは1985年2月にローズ・デイビスの殺人で有罪判決を受け仮釈放なしの終身刑が下された。1986年トーマスの時と同様アンドリューはローリー・アンボロスキーと共犯したとして非難された同ページ軍裁判所に出頭した。公聴会でアンドリューは無実を主張し逮捕後 法執行官による身体的及び心理的暴力の末に殺人を自白したと述べた。検察側は6人の警察官による基礎の証人として法廷に招集され、1982年11月の逮捕後、ココラレースの尋問中に発生した事件のバージョンを法廷に伝えた。1987年3月、長い競技の後、彼は、 受信評決で有罪判決を受けた。それに基づいて裁判所はその年の5月に彼に死刑を宣告した。エドワード・シュプライツアーは死刑判決を受けたが2003年のイリノイ州でのすべての死刑判決のジョージ・エイチ・ライアンの最後の転勤で減刑された。投与後2ヶ月。ココラレースは2011年3月9日に パッドクイーン知事が死刑を廃止する法律に署名し、15の終身刑を仮釈放なしの終身刑に減刑する12年近く前にイリノイ州で処刑された最後の受刑者でもありました。トーマス・ココラレース70年の刑の半分を務めた後、2019年3月に刑務所から釈放された。2019年6月30日の時点でココラレースは 刑務所から釈放された唯一の人物であった後、イリノイ州オーロラのウェイサイドニューヨーク通りに住んでいます。ゲッチドは、ビバリー・ワシントンの殺人未遂と交換のためメナード、強制センターで120年にサービスを提供しているし、死刑を宣告された2022年のアンドリューで仮釈放の対象となり、3月17日、1999年に、 致死注射により処刑された。エドワード・スプレイツアーは死刑判決を受けたが、2003年のイリノイ州での死刑判決のジョージ・エイ・チライアンの土壇場での原刑で原刑された。ココラレースは2011年3月9日にパットクイーン知事が死刑を廃止する法律に署名し、15の死刑を仮釈放なしの終身刑に原刑する約12年前に、 イリノイで最後に処刑された囚人でもありました。ココラレー兄弟が信仰していたギリシャ聖教会で育ちました。聖教会はアンドリューココラレースが処刑されるのを防ぐことに失敗しました。ディミトリオス・カンツオーベロスは当時のギリシャ聖教会メトロポリスの首相でしたが、処刑の結果として反死刑活動家になり、州での死刑廃止を指示してロビー活動を支援した。 ありがとうございます。